はい美容室ねね経営者1年生、ね、オープン後特に注目したいポイント半年6ヶ月目これはねもう来る人は来るし来ない人は来るしねこのね昔自分もさこういうさ本よく読んだよねだけどほとんど参考にならなかったね1年目2年目なるようにしかなんないっていうの結局客単価上げればお客さんが来なくなるんじゃないかっていう不安とね 前年に対する売り上げねまあ1年目2年目3年ぐらいまでは右肩上がりだったかなしょぼしょぼねでその後まあねあ横ばいになって減少傾向になっちゃうっつうのこれはねあの来るお客さんは来るしねあの1年やろうが2年やろうがねで、まあ、宣伝の仕方 SNS を使うとかそれ始めたらねとりあえずお客さんが増えたとか値下げしたら増えたとか値上げして増えるってことはあんまねえだろうな。 失脚率と定着率のバランス失脚した客層これはもうしょうがないもう特にお店ねオープンしてすぐっていうのはね、まあ、技術的にもね大したことないんだよみんなできると思ってお店開けると思うけど大したことできないからねどうしても失脚率ってのは多いよねまあ2回か3回来たらほとんど来なくなっちゃうっていうのそれが現状じゃないかなで1回目来た時っていうのは大体前のカット前回のカットを大体い あのトレースしてるんでねだから大きな間違いないで2度目になるとこの自分のカットがちょっと入ってくるからねで3回目になると完全にもう自分のカットになってその自分のカットがそのお客様に合ってないっていうの大体ワンパターンしかできない場合が多いからね若い美容師さんねあとね若い時ってどうしてもウィックで練習するじゃないでウィックのカット上手くなりましたってねうまくウィックはうまく切れてもね人間の頭ってのはねじゃがいもと同じでゴツゴツだからね 前もなんかあったよね骨格矯正カットね、まあ、骨の形っていうのは頭蓋骨に合わせてカットねそれだけだとねやっぱり読み切れないんだよねでやっぱりお客様にね見て触っていつも重くなるところあの右は全然すかなくていいけど左はすいてくれっていう方もいるからねそういうのねお客さんの話聞きながらね左ね結構すくんだよねほんでもって右側どうするいやすかなくていいってねもう首横に振られちゃうからね <laughs> まあやっぱり三けカットしかねえんだよね 美容技術は何ってことだよね。美容技術はお客さんのためにあるんでやってね。だからその骨格矯正カットね俺はマスターしたんでだからお客様の骨格はここまでっぱってからこう切るべきですとかね右すいたから左つかなきゃだめでしょちょっとでも毛先すいた方がいいですよとかね押しつけがましいのはどうかなと思うよね。 そそれこそね僕はね骨格矯正カットを、ね、マスターしてるんですからねってんでね自慢話してるようじゃねお客さんはそんなのどうでもいいからここ思い出を切ってよってね簡単に言われちゃうからねはいしばちゃん先生毎度毎度ね片耳であのイヤホンで聞いてんだで昨日今日と音量大きくしてんだよねこれ1日前のコメントでちょっとコメント欄がずれてて。 分かんなかった気づかなかったこっちもねだから昨日と今日は音量を大きくしてるけど割れてるかもしんないもしかしたらねまあでもそのあの時聞いた音量でよかったらあの方がね何もしないでそのまんまあの録音したまんまだから楽でいいやねはい動画の方はねホットカーラー巻き終わったようだねあの細毛細毛の方なんかはもうここで外しちゃう パーマーかかか。たりするなんか結構ねすぐ癖ついちゃうんだよねシャンプーしたあとね乾かしたこのぐらいの状態でやるとね朝一番で来てカラッカラに乾いてる人はねもう何やっても癖つかないからね、えー、5分置くしたら5分置くって言ってたからとりあえず次カットのお客さん来てたんかなだから自分はカットやらなきゃいけないからまだ来てねえのかななんかカット途中で始めてんだよねあと襟足が熱いっていうからこの襟足熱いとこ耳の上とかデジタルパーマの時使う断熱材まああれ 次かから引こうかなとね。で、まあ急いでないから5分置くとで急いでたら本当に外しちゃうこの時点で結構ね癖ついてるもんだよあっという間に外してもだけどやっぱり持ち悪いかな、まあ、こういうねマダム系の方はね5分ぐらい置いた方がねまあしっかりねなあのカールが入っても自分で手口でなんとかなるし髪の毛もねなじみやすいっていうの若い人のはね難しいねあの、若くても つ,つるんとした髪の毛でね癖がつきにくい何をやっても曲がんないような人は、まあ、ホットカールでちょっと長めに置いてもいいけど長めに置きすぎるとおばさんになっちゃうからねでもそういう人のは取れるかなで細毛でやっぱりシャンプーした後でロングかなんかで巻きすぎると本当にぐるんぐるになっちゃう人いるからねやっぱ外すタイミングって結構難しいよね巻いてすぐ外した方がいい場合が多いね若い人はね、まあ、髪質によってねここはちょっと慣れが必要だよね しばらくコメントねこれ今後ラジオ見たくてコメントいいんじゃないのコメント来たの全部ねオープンにする必要ないよねまあ来て読めばいいだけだからねうんで音声ちょっとここからおとといの音声の小さくなると思うちょっと音声ねおとといのまんまにしてみたはい後平先生毎度毎度ね世の中あらゆるサービスが低価格で楽しめるようになったので 相対的に美容料金も比較されてしまいまいすよね。これはねちょっと前じゃないでこれからはやっぱり違うよねみんな値上げラッシュで美容室のね単価もね便乗値上げじゃないけどやっぱり値上げしていかないと生き残れないよ。トリートメントもドル箱メニューですしドル箱なのあれ。 <laughs> うちなんかドル箱にもなんないよなんにもなんないよトリートメントなんか置いたってさ結局サービスでやって赤字になって終わりだよトリートメント買っただけなんか使いもしないで結局誰かのお客さんにくれちゃったりさもしかして音量こっちの方がプツプツなんか途中でプツプツっていうのがなくなったかな高単価を得るにもオカルト商売に身を染めるしかないのでしょうか オカルト商品はやりたくないねあ美容料金を1万円もらうとしてもディズニーランドや USJ の1日パスと同じような金額ですあ。だけで1万円っていうのはかなり高いよね駅前の辺り毛染めしてカットとかパーマかけてカットだったら大体もう1万円ぐらいディズニーランドと同じぐらいじゃないだけどこの美容料金っていうのはねそれぞれまちまちだよね。 あの本当にチェーン店の安くやるところああいうとこは本当に極端に安くするっていうの毛染めでもパーマでもね高単価商売だとしても、まあ、ディズニーランドや USJ みたいなと同等の価値や感動を与えないと徐々にお客さんが減るのかもしれませんねってああ、ね、ただかけて巻いてね <laughs> 染めて塗って洗ってねあいっちゃがりでね魚さばくみたいに仕事してるとお客さん本当減っちゃうよね。 で何をすればいいったって、まあ、美容料金すべてがね1万円が当たり前になっちゃえばねカット1万円が当たり前にならないなカットせいぜい当たり前になるのが5000円30分5000円弁護士がだって30分5000円だからどうしてもそのぐらいじゃないのだからここで言うのがねシャンプーカットなのかただ切るだけカットだけなのかね本当に2倍違うよね量力2.5倍違うと思うシャンプーカットブローなんかやってると本当に 体力とか労力とか時間が2.5倍ぐらいかかるような気するよねカットだったら本当にあにまあその1っていうのレベルが1で終わるけどね一人オーナーサロンも家賃がなかったら楽だよちょっと稼げばいいんだもん、まあ、電気が水道もずだって住んでるだけだし、まあ、住宅ローンあるけどね贅沢しなければまあ自由に生きられる。 だってやっぱりミスあんまり自由に生きてるとさ結局お客さんあいつ行ってもいねえよとかさなんかね <laughs> 一人サロンもやっぱりお店に縛られるよねだから本当動きが取れないっていうの営業時間中はねほんで自分勝手にね3時に閉めちゃう4時に閉めちゃうね土日はやりたくねえとかやってるとねやっぱ疲弊するよねお店がねやっぱお客さん中心に動いてないとと思うよ。 はい、動画の方はねお兄さんが外してちょっとね撫でつけて終わり逆毛げてないからねこちらのお客さんは前なんかブルーなんてなるとお兄さんなんか逃げてまつとからね怖くてできなくて <laughs> それがもう全然巻くとね、まあ、触れるようになったって感じ巻き慣れてる人はね自分でこうやってちょっちょっちょって触ってねはいいいわよってんでね帰ってくれんだよね <laughs> まあ慣れてる人だからねはいお疲れ様でした。